乃木坂46、5期生の写真集、あの頃、乃木坂にいた、2月20日発売、マガジンハウス、より、封入特典ポスターのカット第2弾が解禁。中西アルノがショートパンツ姿で美しい足を披露している。中西アルノのソロカット解禁。封入特典ポスターは、ソロバージョン、全員集合バージョン、計12種の絵柄で、裏表両面印刷のポスター1枚をランダム封入。ソロカットはいずれも彼女感あふれる、表情、ポーズが炸裂。実際のソロバージョンのポスターには各メンバーのメッセージとサインもプリントされ、特別感たっぷりの内容となっている。バル、今回解禁されたのは、封入り特典ソロバージョン初解禁となる中くしい。乃木坂46の 34th シングルアンダー楽曲、思い出がどめまらなくなる、でセンターを務め、唯一無二の歌唱力と存在感を持つ中くしいが、普段はあまり見せない表情とポージングを披露している。乃木坂46、5期生写真集、あの頃、乃木坂にいた。2022年2月、乃木坂46への加入が発表されるや否や連日メンバーの名前や、乃木坂5期生、といったワードがトレンド入り、さらには、マンドエイド剥がすような別れ方、が1200万回再生回数を超える、1月現在、など、女性アイドル界の歴史を塗り替える勢いで、注目を浴びる乃木坂46の5期生。そんな5期生の伸びやかな個性と圧倒的ビジュアルを一冊に閉じ込めた写真集。何気ない日常を切り取った、いつもの帰り道から始まり、初めての修学旅行という特別な時間を通じての絆の深まり。バル、少女から大人に変わるタイミングの彼女たちの無邪気さと色香、多面的な魅力を3人のカメラマンが収めた。本格的に羽ばたく前の、今この瞬間の、飾らないそのままの姿を閉じ込めた一冊は、メンバーたちだけの聖域、無法地帯に迷い込んだような気分にもなっている。